皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。今日、BTS のジン、本名キムソクジン、は親友の結婚式で司会を務め、その姿は、世界で最もハンサムな結婚式の司会者と称されました。彼はただの司会者ではなく、新郎の親友として立っており、 この特別な瞬間に立ち会うことができることを大変光栄に思っていると述べました。ジンは招待客に対して新郎新婦やその家族を代表して感謝の意を表し、多忙なスケジュールの中でも出席してくれたことが、このイベントをより意味深いものにしていると述べました。式は通常のものとは異なり、婚姻登録官がいない形式で進行され、新郎新婦は愛を中心に誓いを交わす予定です。 ジンは招待客に対し、この特別な瞬間を盛大な拍手で迎えるよう呼びかけ、新郎が特にハンサムに見える今日の姿を称賛しました。さらに彼の軽快なユーモアは四季の雰囲気を和やかにし、招待客をリラックスさせました。2024年10月11日ジンは、スーパーツナ2という拡張版の曲をリリースし、世界の iTunes チャートを席巻しました。 この曲は短時間で世界中の50カ国以上で iTunes のトップソングチャートにランクインし、ジンの世界的な影響力を再び証明しました。また、曲のミュージックビデオ、ミュージックビデオは YouTube でも注目を集め、公開から24時間以内に270万回以上再生され、世界の YouTube ミュージックビデオチャートで2位を記録しました。スーパーツナー、 はもともと軽いプロジェクトとして制作された曲でしたが、その後、全世界で大きな話題を呼び、公式のリメイクバージョンまで作られました。ジンの独自のユーモアと創造性が再びファンを魅了し、ファンからの熱烈な支持を受けた結果、この曲はジャンルや文化の境界を超えて広がりました。ジンは再び彼が単なる BTS のメンバーであるだけでなく、 音楽において常に新しい挑戦を続ける創造的なアーティストであることを証明しました。また、BTS の自民の誕生日を祝うために、多くのファンが彼の父親のカフェに集まりました。2024年10月13日に誕生日を迎える自民を祝うため、10月11日には韓国国内外から多くのファンが釜山のカフェに集まり、温かいメッセージや花、贈り物を持ち寄りました。 この盛大な集まりを前に、地元の政府と警察は自民の誕生日期間中の安全を確保するため、特別な警備体制を敷きました。自民の誕生日は毎年多くのアーミーにとって特別な意味を持ち、世界中で様々な祝賀プロジェクトが進行しています。地下鉄の広告やビルボード、さらには慈善活動など、世界中で自民の名において行われるこれらのプロジェクトは、 彼ととファンとの深いい絆を表しています自民の誕生日は彼自身の成功とファンとの強い絆を祝う特別な瞬間です。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。